ウソモコリンです。本日もペーパーマリオ続きやっていきたいと思います。前回はここでね、なんかちょっとヘイムーチョかムーチョのムーチョでムーチョやりましたね。ほんで今回まさかの、水色かな、青色の大ペンギンスターが手に入るんじゃないかということで、早速やっていきましょう。コバルトダック、さあ、いやーすごいね。海底のなんか何特に例えが出てこーへんけど、この基地、この匂いは間違いない。ペンキスターがあるぞ。これもしかしてさ、メタルギアシロって言ってんじゃないの？絶対そうや。え、すでに中に人いるんやけど、なんで？ここコバルトドックで何やらすごい新型兵器を開発中との情報があり、我々で独自に潜入捜査を行っていました。でもマリオさんが来たならもう安心ですね。はい、誰？ブルーレスキュー隊19番。まだ出てきてないけどね。隊長とはぐれたため一旦彩りタウンの本部に戻ります。ちょ、それ置いていってよ。ちょ、ダンボール置いていってよ。絶対俺いるやん。あれ違うんか、ちょっとテンション上がったのにな。やば、見つかった。どうせやったら見つからずに行きたいんやけど。行け、ここか。オッケー、開いた。何これ、尻尾手に入れました。どっかで使ってみよう。そして上かな。うわ、なんかめっちゃいる。兵隊兵法みたいなやつ。よく聞け、この基地の中になんと敵が潜入しているらしい。あいつバレてるやないか、青木のピオ。何してんねん。どこかに隠れているはずだ。隅から隅までくまなく探せ。イエスさ、隅から隅までくまなく探します。うわ、侵入したん俺になってるやん。最悪やな。これは叩くことによって入れ替わるパターンね。てかあいつらどこ探してんねんそんな大勢でその広場探しても意味ないやろ。アホなんか、アホの子なんか。おお、いる。ちょっと待ってよ、これは、はい、やっくー。待てよ、一旦奥にやるか。一旦奥にやって、はい、いやーダメかー。しかもカメック、これ絶対バトルせなあかんぽいな。はい、カードが6枚だけになってしまいました。ほんでハンマー系だけになりましたね。まあ特に問題はない。モートンとかも使ってみたいんやけど、どこで使うべきか。よいしょ。なんか雑魚戦でモートンを使うのはさ、ちょっともったいないやんかめっちゃハゼに入った。やった。かといってボス戦でモートン敵キャラが使えるかと言われれば使えへん気もすんのよな。どうしようかな。よいしょ、開けます。ちょ待てよ、これなんかスターが必要なんじゃないか。え、なになに、敵見つけたの？敵はマリオとはいえたかだか一人ではないか。おお、こっちが束になってかかれば何とかなるだろう。やっちまえ。イエッサー、マジか。え、なに、あ、束になんのもう文字通り束になりやがったこいつら。兵法5が5体か。ということは回数で攻撃をするカードがいいから、チョロボンとか使ってみる。あ、味方を3匹呼んでみようや。味方を3匹呼んで、とにかく攻撃の回数を増やす。これでどうでしょう。かなりの頭脳プレイ。チョロボンおいで。はい、やってやって。はい、それだけ。あ、それだけや、マジか。さあ続いてクリボーおいで。やっちゃって、えい。はい、いいよいいよいいよ。さあムーチョ、君の番だ。はい、あー、いいねー。3回攻撃、やばい。うちのムーチョ、うちのムーチョ、よくもやってくれたな。いでででででで、いでででで、ちょ、あ、もう23人で殴りかかんのはずるい、ずっこいって、やめてください。敵の攻撃のターンが明らかに長いです。いで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 、ここでこの連打系が役に立つんですよ。まあそんなにね、色はつけなくてもこいつら体力1なんで。
何の問題もなしと。あれ耐えてる？ちょっと長くない？ちょっと、明らかに長いんだけど、攻撃のターンが。待って待って待って。なくなっちゃう。はい。ドン。オッケーオッケー。はい。まあ、とにかく貯めようか。体力が維持じゃない可能性がある。はい。ここ。よし。あ、でもいけるな。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。ちょっと残して、ワン、ツー、スリー。やばい、足りひんかも。オッケー、足りた、足りた、足りた。あぶねー。どんなもんだ。全員やっつけてやったぜ。お前たち一人残らずやられてしまうとは、何事だ。束になっても叶いませんでした。いやー、お強い。あいつ尻尾ばっか落としてきよった。尻尾巻いて逃げていったね。ついでに尻尾も落としていったよ。そういうつながりか。なるほど。ほんで私は見逃さなかった。この右上に何かいるということを。君は誰だ？お、頭隠して指示隠さずやぞ。出てこい。まだか。えらい挟まっとんな。邪魔しないで。敵から隠れてるんです。見ればわかるでしょう。いや、わかんなかったです。バレバレでした。レスキュー単位孫2番。今度は2番。19と2ってえらい離れてるな。あ、あんなところに何かあるぞ。あ、なんや。足場があるわけでもないもんな。なんか違うとこから来んのかな。じゃあ左か。この奥行ってみましょう。ゴー。あー、ここにもいるぞ。私ってつくづく運がないんです。そこの3枚のフェンスのうちどれか1枚だけが当たりというところまでは分かったんですが、その1枚が何度やっても当てられません。こんな運のない私に運のあるところを見せてください。ほう、この右は土管が縦向き。巨人用やな。マリオのこの足じゃ無理やな。短すぎる。特にヒントっぽいものはないけど、まあ私 YouTuber 界で一番運がある男と言われてますから自称ですけど、ほらピンポンやろ。さあ、真ん中2連続はまだないんで右です。はい。ん？何？あの影気になるよね。気になりすぎてむしろ引っかかってあげたい気になるよ。そういうパターン。真ん中かな。ちゃうやんけ。おい、いった。ごじ、え、でっか。単行部でか。お前の頭ぐらいあるやん。今一瞬気を失ってたよね。大丈夫？大丈夫ちゃうわお前。あ、これ絞れんちゃう。あ、絞れる。なるほど、これ使えるんじゃね。当たっといてよかったかもしらんね。よいしょ。かなだらいかな。たらい。金属でできた硬くて丸いもの。オッケーオッケー。これ一応持ってきましょう。で、真ん中が違うかったので、まあ次は左やと思うんですよね僕は。ほら、ほんで次どっちかと思うやん。最後はこれ同じとこやね。うわ違う、マジか、クソ。いやーマジか、やべえ。ハックンヨウさんおる。どうしたらいいの。なんかハマるんやけど、あそこに。え、何を使うのここに。違う、切り取りやった。でも切り取りやけど、これカードの形してんのよな。関係あんのかな。いや違う、カードが出ました皆さん。この3枚のカードが出ました。これを使えってことか。よいしょ。あー出れへんか。尻尾が弱点とかなんかな。で、ちょっと尻尾使ってみたいと思います。はい、1枚でいいかな。ゴー。どういう攻撃やこれ。どういう攻撃これ。なんだこれ。何の使いようにもならんねんけど。攻撃カードじゃないの多分。カウンター、今のカウンターっぽかったよな。だからここトゲ防止や。こいつら踏んでくるからトゲ帽子をかぶってれば安全と。なるほど、俺3択は間違えたってことか。うい、
ほい。わあ、これ楽しいな。これめっちゃ気持ちいいんやけど。ほい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 。伸びる。はい、ナイス。これもうちょっと欲しいね。よし、行っちゃおう、行っちゃおう、行っちゃおう。思いっきり行っちゃいます。いやー、マジか。そっちにワープしてくんのか。結構数多いぞ、これ。やっぱザク戦はハンマーに限るよな。あれ？え？ちょ、え？なんで？避けられるんやけど。あ、これは踏める。ハンマーが効かへんのか、こいつ。なるほどな。やばい。やばい。いてて、いてて、こいつやばいんやけど、めっちゃ強い。しかも動けへん。死ぬ。はい。よし、一匹ずつやな。一匹ずつやったらそんなに攻撃力が高くないから。はい。まだマシまだマシ。よいしょ。ハンマーが効かへんのか。ジャンプで倒すのもちょっとしんどいから、ファイヤーとかにしようかな。いや、ここはトゲゾウにするわ。トゲゾウがまだ残ってたから。じゃ、これで一掃します。トゲゾウ取りに帰るのもいいな。あそこのトゲトゲ神殿に。これがザコ星にほんまに強いわ。おいでー。さあ、行ってこい。おい。いや、残るんか、マジか。トゲゾウパイセン調子悪いっすね、今日。よし。でも全部のダメージを引き受けてくれたから、よしとします。まあ、残りこんぐらいでいけるでしょう。じゃあ、ファイヤーの消費量がさ、日に日に上がっていってるから、じゃあ、ファイヤーはもうマックスじゃ、なしにするわ。やばい。うわ、耐えられた、最悪。よいしょ。いやー、ハックン手強いな。手強いっていうか、数が多いのよな、ハックン。よしよし。一気に行きます。来るな。どこ、よし、なんとか避けた。なるほど。ほんで戻ってくんのか。ということは俺かなり当たり引いた方なんじゃない？あ、あ、これだけ壊れてる。あ、同じ場所じゃないんや。ほら。二回目はちょっと崩れてるわ。優しなってる、優しなってる。ほんで最後は？最後はサラピンか。ということは三分の一やな。さっきと同じ右。いや、違うの？やばい、また来ちゃった。え、また3匹いる。叩くたびに毎回シャッフルされてるよ。叩いたフェンスがどこに行ったかわかるよ。ペンキでマークするのはどうかな。なるほど。ほっ。よし。避けた避けた避けた。避けた避けた避けた。あ、正解した。あ、正解するパターンあるんや。絶対外れかと思った。この前のさ、あの海の兵法たちみたいに。そんなに運がいい人を見られるなんて、私はなんて運がいいんだ。ポジティブ。18番キノピオです。はい、戻ってください。どこに隊長いんねやろ。あ、なんかカフェマークみたいなんがある。なんか休憩スポットでもあんのかな。行きます。はい。うわー、行けるところが多いな。ちょっと奥側から行けなさそうなところから行きます。あ、なんか裏に張り付いてるやついる。あれなんや。お？あら？こんなところにお店が開かれていますわ。このバーガーいけてる。これ食べづらいタイプのバーガーな。あ、辛そう。めっちゃ辛そう。これ激辛店？これ。どう？この炎を吐く姿。ドラゴドンっぽくない？あ、ドラゴドンってあれやん。あの化石のやつ。で、消し済みになってしまってるよ、これ。死んでるよ。あまりにも辛すぎて、本当に燃えちゃったよ。うわ、消えた。死んでんけど。大丈夫ですか、ここのバーガー。コバルトドッグ店へようこそ。今なら星がおすすめ。200コイン。一応買っときますか。え、なんか死にそうやぞ、これ。大丈夫か、これ。死なへんか。はい。あ、アイテムか。ヤッターセットのおまけ付きです。ハッピーセットみたいに言うな。釣り竿。あ、ヤッターセットのおまけは最後の1個でした。あー、なるほど。アイテムなんか。ってことは買っといた方がいいな。で、この2つはただ飲むだけやから関係なしで。これは？スペシャル。スペシャル？はい。スペシャル。悟られるな。
そのまま自然な態度で聞いてくれ。え、何何？カフェの店員を装っているが、実は私は潜入捜査員だ。あ、そうなの？敵が開発中の新兵器に有効なカードの情報を手に入れた。なるほど。これを持っていくんだ。きっと何かの役に立つだろう。いっぱい持ってます。ごめんなさい。いっぱい持ってますね、僕。いやー、そんなやけくれるの？今後新たな新兵器の情報が入るかもしれない。あ、新兵器って、新カードってこと？敵の新兵器じゃなくて？ちょっとよくわかんないですね、僕。あ、なんか出た。やった。ああ、なんかいた。あ、マリオさん。張り込み中の私にカフェマスターが差し入れをしてくれました。それもそのはず、そこのマスター実は我々の協力者らしいですよ。あ、そうなんや。秘密の合言葉は、スペシャル。あ、スペシャルか。なるほどね。いや、これ助けといてよかったね。はい。こいつだけさ、どこやろうって探す羽目になるとこやった。危ない危ない。んで、2階にもなんかあるよ。サボってるんじゃなくて休憩中。オンとオフのメリハリをつけないと。ああ、そうね。休憩中で気が緩んで、機密情報をペラペラ喋らないよう気をつけなきゃ。なんかさ、この敵と味方がそこまでさ、いがみ合ってないっていうのが、ペーパーマリオのいいところよね。なんかこんな風にさ、ちょっとしたコメディが敵と繰り広げられるっていうのが、めちゃめちゃ好き。真っ赤っかざをモチーフにしてるんだって。あ、そうなんや。これはまた死んでるけど。自分で食べてないのに、向かいのやつの炎で焼かれちゃったんだ。不甲斐ないな、お前。君たちも気をつけなよ、それ。ちゃんと車線外してな。車線管理しっかりしてな。オッケー。ほんで、これあっちにやっといて。こっちの奥は？あ、ランニングマシンか？何してんの？バレバレだよ。コラキ様、訓練中だぞ。邪魔するとはけしからん。え、バトルになってんけど。マジかよ。おお。めちゃめちゃ加えづらそうな口してるけど、お前大丈夫？それで笛吹けんの？じゃあハンマーを2つでいきます。ムーチョの方が強いんで、先頭のやつはこのデカハンマー、そして後ろの2体は、え、教官がいなくなった。厳しい訓練から解放されたぞ。あ、そうやったん？無理やりやらされてたんか、あいつら。かわいそうに。仕方ない。じゃあ俺がここのかわいそうな奴隷たちを解放してあげよう。何回やってんねんお前。70万って。ああ、100万回まであと29万回か。なんかいけそうやな、その調子やと。体にスクワットの癖が染みついちゃいましたよ。ずっとそれ？ずっとそれや。あ、今後ろのこいつが落ちてたぞ。今助けてやるからな。はっ、一番前は危険だな。何？そんなずる賢いことをすんのか、こいつ。マジか。ということは今回は全員倒さなければならないということになってしまったので、ダブルハンマーでいいかな。ダブルハンマーでおそらく倒せるでしょうと。レッツゴー。ここ、よしよしよし。ここ、オッケー、ワンパン、ナイス。普通のでもいけるんか。それはいいことを知った。大丈夫ですか？はっはっはっは。もしかしてマリオさん？いや、結構です。あ、走るんかよお前。ペンキ走ってへんぞ、それ。雰囲気ではしてるけど走ってへんからな。私はそろそろ上がりますね。あ、お疲れ様です。じゃあ僕はあと30分ほど走ってから帰るんで、また明日。ほな、いつまで走らせんねん、こら。はい、倒しましたと。大丈夫ですか？引っ張る。足挟まってたんか。筋肉が鍛えられて身のこなしも安定感が。でもペラペラなのに筋肉ってどこなんでしょうね。自分でも分かりません。あ、そう、そうですか。はい、帰ってくださーい。こんな方がおるんちゃう？またちゃうか。なんかやたら尻尾が手に入るな。尻尾とカエルか。トゲ帽子も手に入った。あ、このロッカーも怪しいな。一応開けれるところはね、しっかり開けていきましょう。はい。土管？土管ってか、どこ行くんや。だいぶ進んじゃってるんやけど。お？何してんの？毎日開けても暮れても訓練訓練訓練。
ずっと同じことの繰り返しで出口が全く見えません。出口ならここにあるよ。ほら、出ておいで。あ、出口あった。はい、バイバーイ。21番。え、20人超えてくんの？マジか。ほんで？ちょ、待てよ。ん？これ帰ってきた？これ帰っ、一番最初帰ってきてるよな。ほら。あ、一番、なるほど。ちょっとしたショートカットみたいなことか。ということは、左は関係なしで、じゃあ次、右行ってみましょうか。あ、なんかいる。押してこい。あ、どこ行くねん。ほら、待て、こら。なんかまだいる。何匹おんねん、ここに。まだいるんか、もしかして。おお、バーゲンセールや。一気に見つかったぞ。一匹の取り残されてます。みんなでダクトに潜り込んだところ、中で詰まってしまいました。入れすぎやな。もうちょっと少人数にしよう。8から17番。あー、めっちゃおるな。んで、あ、ほんまにキノピオ、お前。違うよな、絶対そうやと思った。あぶねー。じゃあ、あそこ左に行きたいな。ここのキノピオはしばかなあかんかな。いや、いけるな。どんくせえぞ。あ、色塗らなあかん。オッケー。んで、やばい！何？何？そんな遠距離から。やばい、カードが裏向きにされて何かわからへん。これでモートンとか選ばれたら最悪やな。なんやろ。うわ、ワンナップ？いや、ワンナップでどういう効果なんやろ。インク回復するんや。マジか。それ知らんかった。結構いいカードやん、それ。どうだ。ファイヤーフラワー、もったいねー。マジか。しかもインクめっちゃ使ったんじゃん、俺。ファイヤーフラワーだいぶ使う。しかもあれか、兵法5やから、めちゃめちゃもったいない。最悪や。最後デカハンマー。まあまあまあいいでしょう、デカハンマーなら。はい。いやー、カメックは手強いね。オッケー。ここでインクだけ稼いで、右から戻ろうかな。ほんで、ここの、これ助けて、うん。ほんでやんな。どこに行けるところがないんやけど。はい、帰ってください。これで、俺が行けるところなくなったよ、これで。あの下は何もないやろ。なんかここのムーチョが怪しいね。これ切り取りできひんかな。できひんか。ここも上はいけなさそうやから。あ、なんかある、なんかある。なんか形怪しいな思うてん俺。ここの黄色のやつが、ここか、ここや。なるほど。さあ、丸ごと切り抜きました。これ何これ。あ、普通に道があるのか。よしよし。そしてこの奥やな。2階へ行きます。セーブポイント。これはボス戦来るんじゃない。でも今回は結構タライとかしっかり集められてるから倒せるはず。わっ、ああ待ちかねたよマリオ。この日のために私が設計した新型兵器もちょうど完成したところだ。さあ仕方見るがよい。そして度肝を抜かれ恐怖におののくのだ。船？いや、戦艦や。戦艦来た。うわ、なんか頭がおむつみたいになってる。ルドウィック出たな、おむつ野郎。無敵の戦犯、スーパールドウィック・グレートランニング・バーリアス号。略してスーパールド号だ。おー、ハリボテやんけ、お前。貧乏ちゃまんまえどこやぞ。いやいや、突貫工事で割ったか。おい、カッコつけ。ここに大便器スターがあるだろう。隠しては無駄だぞ。プンプン匂いがするんだ。確かにここにある。しかし、ただでやるわけにはいかないな。
ああこれこれ、私が求めていたこの展開。このスーパールドゴを打ち破り、見事ペンキスターを奪ってみよう。行くぞ。うわ、普通にバトルになるのか。なるほど。で、ちょっと中二心があると、こいつは。あー、俺なんとなく分かったぞ。ここで多分あいつ弾飛ばしてくんね。で、その弾を尻尾で弾き返せって言ってんじゃない。多分そんな気がするわ。間違いなくこれは正しい。はい、目標マリオ撃てー、来いや。はい、どうだ。ほらほらほら、やっぱりそうやん。ほうほう、カウンターか。なかなかやるじゃないか。よーし、関西機発射準備、発進。何それ。お、パタパタ対2機ルド号の戦法上空に到達。なるほど、そういうパターンね。ってことは俺はこの2匹を倒しておいた方がいいのかな、ということなので、これでとりあえずこの2匹をしばきます。多分このね、尻尾マリオは継続やと思う。はい、よいしょ、オッケー。でもう一回、ほいほい、はい、オッケー、オッケー。さあもう一回打ってこいや、いけるはず。はい、ナイス。結構ボロいよ、もう各部激しく損傷。しかしまだやられたわけではない。砲撃隊発動、出動準備、出動。おーす。あ、ガボンや。お、砲撃隊準備完了、頑張ります。なるほどね。あいつどう倒す、あれ倒せんの俺。あ、ここでカエルか。あ、でもカエル使っちゃったらタヌキマリオ消えちゃうから、待てよ。ここはジャンプでいいのか。ハンマーは届く。あ、でもジャンプあかんな。あいつなんか持ってるわ。だから、デカ、アイアン。普通のアイアンでもいいかな。でも、普通のアイアンがないんで、デカアイアンでいきます。行ってみよう。踏んでくれよ。いや、無理や。届かへん。そんな声聞くわけなかろう。マジか。もったいないことした。いや、一応踏めるけど。でも踏んどくか。腹いせに踏んどこう。もったいないし。ほんで、お前からか。ほっ、お、跳ね返せる。なるほど、跳ね返せんのか。フル、どんな問題。んで、あ、ちょ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 、あー、マジか。はい、ちょっとフェイントかましてきやがる、あいつ。せこいな。だが、まだ尻尾は大量にあるんだぜ、こっちは。もう、キュービーのごとく尻尾生やしたろうやないか。しゃ。はい。トン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 。ああ、難しい。ここ、オッケー。ほんで、結構遅めやから。結構遅め。危ねえ。ギリアン。オッケー、手法なくなったぞ。ぐわー、大破。真っ二つになってんけど。僕そんな斬撃はしてないんですけどね。ん？潜水艦か？こんなのせめて想定内。戦艦は仮の姿だったのだ。さあかかってこい。スーパールドーマリンだ。こいつはどうしようか。ここで買えるか。さあここで買えるの可能性あるな。でも買えるが2枚しかないから。ちょっと大事にしていかないとまずいかもしらん。カエルマリオ、ん？浮かれてる場合じゃないな。この攻撃を受けてみろ。やば、あぶね。なるほど、カエルやとジャンプするのかな。それともカエル状態なら俺は水の中まで攻撃できるという可能性ないか。とりあえず靴とファイヤーハンマー2つを使ってみます。両方試そう。いや、でも脱ぐのか。いやー、ダメか。いや、もったいない。マリオ、1回目であかんかったら帰ってくれ。ってことはカエルはただ避けるってだけかな。次あたりでとどめを刺す。マジか。じゃあ、かな、どうせ次で死ぬんやったらカナダライに、もう全力でいこう。カナダライにカメラに、
それぐらいか。カナダライとカメラぐらいですね。この2つで行ってみよう。頼む、当たってくれよ。あ、うわ、隠れやがった。あいつ出やがった。もうまたなんかいるんじゃん。なんもおらんわ、そこには。地面に100ダメージや。あ、写真撮るよ、ルド。ルドビック出ておいで。写真撮るよ。ほら。ほら。あ、次がそれマリオ。それマリオやわ。ん？あ、マリオ綺麗に撮れたやん。え？やったな、マリオ。うん、ちゃうねん、ちゃうねんな。あ、あ、なんかガードかな、これ。シールドが手に入った。しかしこれでジエンドだ。超必殺の最終攻撃。サミダレ流星魚。いや、俺ガードあるから。耐えろ。いや、無理か。強すぎるわ。またカード足りひんの俺。はい、ちょっとなんか毎回すいません。なんか教えてもらえませんか、僕に必要なものを。はい、すいませんね。ショーの歌声が響いたステージ。ふわり浮かせる3色の軽いもの。ショーの歌声が響いたステージ。あ、あのキャサリンか。あのキャサリンが確か歌ってたところがショーやったかな。ふわり浮く3色の軽いもの。3色団子しか出てこへん。確か紫のここか。パプール庭園やったな。これではないもんな。これ2色やし、軽くもないもんな。あ、待て、これ風船がある。みんなほら、ここに風船があるわ。あぶね、見逃すところやった。うわ、これ絞れる。マジか。全く気づかへんかった。あっぶねー。うわ、これ最初からあったんかな。全く気づかへんかったけど。え、右側はこっちないのか。オッケー。さあ、というわけでちょっと今回長くなってしまったんで、この辺でね、終了にしたいと思います。というわけで次回はルドウィックを攻略して、まあもう一つね、次のステージに行ければなと思います。というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様です。